それでは、職員の皆様、いよいよコードネームを読む、いわゆるソロパフォーマンスって何だろうっていうと、いろんなコードをいろんな解釈に変換させる、それでいろんなアプローチをするっていうのがありますよね。この音を使うためにはこういう論理的な知識がないとダメだとか、それはこれから徐々にやって中上級編でもやっていきます。で、何よりもソロをする上で一番大事なのはやはり、何しろ今回の目的はガイドトーンを使ってコードを理解できるようになる、ということです。まずちょっと僕これ吹いてみます、この辺まで吹いてみます、これはできるようになると